どうもプロボーラーの加藤です。ありがとうございます。今回はモーティブ社のハンクブリッツを投球したいと思います。はい、このボールはですね、もう去年発売されているんですけど、ウレタンボールというリアクティブよりは若干曲がり幅の少ないボールとなっております。最近ですね、難しいコンディション、やはりスポーツコンディションと言われるパターンが多くなってきているので、ウレタンボールもちょっと一つ視野に入れていいんじゃないかなと思い注文しました。今ちょうどバーゲンになっているので、おすすめのウレタンボールです。はい、今までですね、私ウレタンボール使いこなせていなかったので、ラインナップに入ること全然なかったんですけど、むしろ自分の持っているボールの中にもウレタンがあることはほとんどなかったです。ですが今日はですね、皆様と一緒にウレタンボールがどんなボールなのかを見ていきたいと思います。僕自身、投げながら気づくこともあると思うので、大きな目で見てください。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。タンクブリッツです。はい、ウレタンボールどのように使いこなすのか。おお、ちょっと厚めに見えたけどストライクでした。はい、やっぱりですね、全員そうじゃないんですけど、難しいコンディションの時にやっぱ上位の選手スタートウレタン使用していることが多いので、はい、来週全日本も控えていますし、1週間で間に合うのかどうか分かりませんけどね、投げないことには始まらないですから。ですからちょっとウレタンボール、はい、投球していきます。今厚めだったから半分ぐらい寄ってみますか。左に半分どうなるかってところなんですけど、さあどうだ、あれもっと曲がっちゃった、内々に行っちゃいましたかね。はい、ただウレタンの怖いところが、あれを出しに行くと全然って言ったらおかしいですけど、リアクティブのようには奥が切れてこないので、はい、難しくなってしまうんじゃないかなと思うんですけど、でも今厚めでしたからね。とりあえずこれスペアもこのボールでいきましょう。取れるのかな。出過ぎか、危ない、ギリギリ。はい、慣れるためには1投目も2投目も投げてみます。はい、今の2投目がやっぱ絞るっていうのはできないのかな。表面は曇ってますからね、やっぱよっぽど内にオイルがないと絞れないと思うんで、ちょっと打ちミスしないようにしましょう。これでどうだ、今度はやっぱ熱い。はい、なるほど、やっぱ寄って今のところまで出してどうなるかっていうのを次のフレームやってみましょうか。はい、とりあえずこれも狙ってみましょう。よし、どこから狙うの、曲がるのかな、これは曲がんないでしょう。お、曲がった、だいぶスピードも抑えてましたからね。はい、ラッキーで取れました。すごい。さあ忘れてませんか。はい、自分で自分に問いただします。はい、1枚寄ってさっきのところまで出す。 OK、 いきます。はい、これで戻ってくるのかどうなのか。さあどうだ、おお、完璧じゃないですか。はい、普通のリアクティブならぐんともっと曲がってきそうなところを、やっぱウレタン緩やかに止まってますね。もう一回同じことができるのか、いきます。
はい、オイルがですね本当によくついて帰ってくるので、このシャミめちゃめちゃいいですよ。すぐにオイル拭き取ってくれるので、はい、いきます。大丈夫か。おーセーフ。ちょっとさっきより内だった気がしましたが、しっかり帰ってきましたね。なるほど、絞りすぎなければいいんですね。うちにオイルがあれば別なんでしょうけど、今このパターンだと絞っちゃうと厚めまでいってしまうので、出して緩く。さあいきます。はい、3回できたら本物です。あー出過ぎか。今度は収まる。これがウレタンってことですか。まあ、実際にはもっと難しいパターンの時にはあんなに幅はないと思うんですけど、投げこなしていきましょう。やっぱ時代の流れについていくためにはウレタンボールもう使えないといけないですよね。やっぱボールがものすごい進化しているので、難しいコンディションになった時にこの進化したボールだと動きすぎてしまうっていう現象が起こるので、こういうボールも必要なんじゃないでしょうか。すごい、ちょっと今内だったんですけどこらえましたね。はい、いい感じでございます。フォース来ちゃいましたよ。ちょっと7フレは微妙な感じでしたが、はい、これからどんどん投げこなして全日本にラインナップに、ラインナップにって言ってもパターンが3種類ありますからね、全日本は。なのでショートかミディアムでは、候補に入るのかなと。おお、あれも収まる。ちょっと手前から出た気もしましたが、収まってうまくポケットで止まりました。はい、なるほど。やっぱちょっとまだイメージが信じきれてない部分もありますが、さあ9フレもう1回、こういうことですね。うまく収まるのがウレタンですよね。手前でかまして緩く、あ出過ぎだよ。これも収まる。ウレタンパワー炸裂です。なんか、まあ、こういうパターンだといいですね。はい、これにもっと外がやっぱ入った時にどうなるかですよね。さあ10フレいきます。もうあまり良くないと思うんですけど、あいや、とりあえず同じところ投げましょう。もうちょっと、もう1枚2枚中から投げようかなと思ったんですけど、とりあえず10フレ1投目は同じところ投げましょう。さあどうだ。あーちょっと中途半端で曲がっちゃいました。手前で出ないと曲がる。表現があんま良くないですね。出ないと曲がるって、なんか出し戻ししてるような感じに捉えられたら困るんですけど、まあ、ちゃんとしたフッキングのところまで行かないと曲がっちゃうっていうことですね。はい、さあスペア。大丈夫？OK。はい、じゃあ最後ちょっと中から投げてみましょうか。2枚じゃあれかな。でもウレタンだから2枚ぐらいでいいですよね。2枚で5ぐらいまで出してみましょうか。戻ってくるのかどうか。さあ行きます。2枚寄って出したらどうなのか。
これはさすがに、ああ戻ってくるんだ。まあ、スピード調整もあるんでしょうけど、あそこまで行けばポケットで収まるのかなっていうような感じですね。よっぽど変な打ちミスしなければ余計に曲がりすぎるということもなさそうなので、確かに使いやすいのかもしれません。ただもっとやっぱ難しいパターンの時に次は投球してみたいと思います。とりあえず結果がですね、 245P も出てしまいました。すごい。はい、これからは本当にウレタンをですねたくさん投げる時代が来るかもしれないので、はい、皆さん特に競技されている方は必要になるかもしれませんので、ぜひウレタンボールいろんなの出てますので、その中の一つタンクブリッツバーゲンになってますので、ぜひ検討してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.